スコットランド出身のオーストラリアのロックミュージシャン、ソングライター、音楽プロデューサーである。1960年代に活躍したオーストラリアのバンド、Easy Beats のメンバーであり、世界各国でヒットした、Friday on My Mind や Love is in the Air の共作者の一人である。また、実弟である、マルコム・ヤングとアンガス・ヤングをフィーチャーした、ハードロックバンド AC、DC のプロデューサーとしても知られている。ヤングは、スコットランド最大の都市グラスゴーの東郊クランヒルで、生まれた。父の名は、ウィリアム・ヤング、母の名は、マーガレットといい、母の旧姓もヤングであった。1963年に、一家はオーストラリアへ移住した。この時、長兄のアレックスだけは、スコットランドに残り、後に、グレープフルーツというバンドのメンバーとなった。やがて、シドニーで、高校在学中に、音楽活動を始めたヤングは、Easy Beats のリズムギターとして、1960年代に最初の国際的な成功を手にした。ヤングは、初めのうちは、ボーカルのスティービー・ライトと、後には、リードギターのハリー・バンダと曲作りに取り組み、Easy Beats のほとんどの曲の共作者となった。1970年に Easy Beats が、事実上解散した後、バンダとヤングは、ポップ系やロック系の楽曲を、他のアーティストたちに提供することに注力し、また、バンダ&ヤング、フラッシュ&ザパンなど様々な名義で活動した。そのような、スタジオでのレコーディングのみで実演をほとんどしない、グループの一つが、バンダとヤングに、ヤングの弟たちマルコムとアンガスを加えた、マーカス・フックロール、バンドという名のバンドであった。バンダとヤングは、AC、DC の、ハイボルテージやパワーエイジなど初期のアルバムを共同でプロデュースした。ヤングはまた AC、DC の初期にはステージに助っ人で上がることもあり、デビューアルバムのハイボルテージではベーシストとしてクレジットされている。ヤングはまた2000年に AC、DC のアルバム Stiff Upper Lip を単独でプロデュースしている。ありがとうございます。